ぜひ。これは無理でしょ、いや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 。GI チャンネル、略して、G ちゃん。しゃべりー電波やっぱり元気ですね、ロケの日は。すごいですね。こんなね、あの、はい、東京の中で一番おしゃれな街、はいはい、まあ、いっぱいありますけど、はい、広尾って一番おしゃれなところですね。来ちゃいました。ここに我々が来てよかったんでしょうか。いやいやいや、今日はこれ何するんですか。あの、今日はですね、実はこの近くにあります、はい、あの古民家の、エステサロンがあります。古民家のエステ、はい、なんであの今回はですね、あの、はい、木村京也改造計画第何弾かちょっと忘れちゃいましたけど、はい、あのその中でですね、京也さんに綺麗になっていただこうやりましょう、はい、なんですが、はい、そのじゃあ男2人でエステってどういうこと。問題ありますね。問題ないですか。今日は僕らロケバス来ましたから、ね、これロケバスまあ、まあ、そんな中ですね、実は今日はあの、スペシャルゲスト誰でしょう。もうちょっとね、お呼びさせていただいてるんですが、ミスターエステですからね。ミスターエステガクトみたいな人。いやいやいや、まあ、でもやっぱり絵的にはですね、女性がいた方がいいだろうという、そうですか、はい、ということがありますので、お呼びしたいかと思いますが、そのまま入ってきてもらって大丈夫かな。どうぞ、真ん中に。どうぞどうぞどうぞ。はい、すごい、はい、菅村聖さんです。聖さん、どうも。はい、よろしくお願いします。チャンネルですね。チャンネルですね。珍しい、我々いつも、はい、あのチャンニーばっかりだと思って。菅村聖と申します。今日は楽しみにしております。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。私はカウンセリングとキャンドルアーティストをやっております。キャンデルキャンドル聖、キャンドル純以外に初めて言いました。キャンドル、キャンドル聖が、はい、ついに素敵。素晴らしい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。すごくないか、古民家的な。すごいですね。そう、あの、私的に浅草に戻ってきたのかな。今日は我々はどこにいるんですか。はい、こちらのですね、エステバイキングでも書いてありますけど、こちらは古民家、エステですね。なごみさんというところに。エステバイキング。そう、あの、気になるでしょ、うん、そうなんです。エステしながらこうトングでいっぱい取りつつ、それをですね、これから聞きたいな。どんなことなんでしょうね。そうね、これなかなかないシステムなので、ね、ぜひね、そこから本当楽しんでいただきたいな。でも古民家ですよ、これ、うん、はい、ちなみに、はい、やっぱり男子なので、はい、エステ受けたことありません、はい、あ、そう基本ないじゃん、はい、基本ありますか、皆さん、男性のことない、男性のエステ今流行ってますよね。そうですか、はい、じゃあ早速ですけど、中に入っていきましょうかね。はい、どうぞ。じゃあ、木村さん、すみません、こんにちは。こんにちは。失礼します。じゃあ中に入っていきましょう。どうぞ。よろしくお願いいたします。失礼します。改めまして、本間さんをご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まあ、ここ素敵なまず空間なんですね。ね、ね、こう多分ね、お二人も多分こうなんか興味津々というようなものを見たいなというところ。キョロキョロ見てね。すごい。まずこちらがオープンしたのっていつなんですか。3月8日になります、ね。まだじゃあできたて。そうですね。あ、すごい。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。またなんでここ、はい、今この裏広尾っていうのかなっていう場所を選ばれたのかって、そこを教えていただきたいんですけど。そうですね、うん、でも本当に古民家、うん、和の落ち着ける空間をずっと探していて、でやはりちょっと田舎だったりとか、うん、その古民家がいっぱいあるとこっていうのは確かにすごくいろいろあるんですけど、うん、この東京の都心でこうゆっくり休めるっていう古民家を探してて、うん、そうです、見つけたっていう感じですかね。じゃあもともと広尾でやりたいっていう思いはあの終わりだったということですか。そうですね、この辺でやっていこうかと。まあ、その、まあ、3月の8日って話でしたけど、あ、はい、あの、まあ、まあ、このね、コロナ禍というか、まあ、こういったタイミングでまたなぜこの時期にというところをぜひ伺いたいんです。そうですね、はい、でやっぱりそのオープンさせるのもちょっと1回伸ばしたりとかっていうのもあったんですけど、やっぱコロナ禍に入って需要が余計あったんですよね。やっぱりストレス、やっぱ見えない、先が見えないじゃないですか、コロナっていうのが。その先の見えないことで不安を抱えて自律神経を崩したりとか、でそうすることで、まあ、体が崩れたりっていうのもありますし、でそれ以外にお肌も活性酸素が増えちゃってシミができたりとか、肌トラブルを起こしたり、であとはマスクですよね、はい、マスクの着用が当たり前になったんで肌トラブルを起こしてる方とかもうすごく多くて、ですごい需要があったので、まあ、化粧品を絡めて一緒にエステをやったりっていうことをやらせていただきました。
ですか。どうですか、今日は今もうだって、うん、エステっていうのが、うん、まあ基本男子なんだ。聞くことがないし、でもいきなりこういうなんかすごく和み、本当にあのお店の看板に偽りなしのタイトルで和みっていうところに、うん、私は東京下町の方に住んでるんですけど、あ、今日拾おうと思ってルンルンってしてきたら、なんか浅草みたいなの来ちゃった。入ってきちゃった。あれ？ほとんど町屋、京都の町屋あたりにするんですけど、あれ？なんかせっかく東京まで来たのに同じところやな、みたいな感じが。はいはい、そのぐらいになんかすごくあのグラウンディングっていうか、うん、とってもこうなんか懐かしいところにね。中入ってもすごく素敵で。落ち着く感じにしますよね。ねえ、バイキングっていう、まあ、あのね、のれんにもありましたけど、そちら、そういったシステムを採用されたというか、はい、そこの経緯みたいなのを知りたいんですけど。そうですね、やっぱり大人になってもワクワクとかドキドキっていう感覚をちょっと取り戻してほしいっていう、で特にコロナ禍になってこう前向きな気持ちっていうのが少し減ってきてるので、やっぱりこうバイキングって特にこう皆さん子供の頃に戻ったみたいに好きなものを選んで取ってってっていうこのワクワク感と、こうエステサロン今までにちょっとないので、これを融合させてエステバイキングって作らせていただいてました。あの、まあ、そのエステとそのバイキング、まあ、さっき融合って話もありましたけど、はい、なかなかこう結びつかな い, ないですか。あ、そうですね。そこら辺はどういうふうにお考えというか。そうですね、もともとなのでエステバイキングっていう名前を出すだけで、何をバイキングみたいな、で皆さんに聞かれちゃうんですけど、だから一度見ていただかないとちょっと分かりづらい、例えばこのアロマオイルも20種類ある中でお客様に選んでいただくんですよ、で選んでこう混ぜて作っていくっていう、まあ、アロマオイルなんかだとご自身で匂い嗅いでもらって今の気分によって選ぶのが変わってくるんですよ、はい、とか例えばお尻のパックとかもそうなんですけど、ご自身が今肌が乾燥しててどうしたりとか、はいはい、たるんでるのが気になるとか、それによって選んでくるものが違ってくる、でご自身で選ぶことができるんですよね、ドリンクでもそうですし、はいはい、あと石鹸なんですよ、あの竹に飾ったのが長い長いな、そうなんです、一応コロナ対策も考えて最初に全て洗浄させていただくんですけど、やる部位に関して、はい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 、その時の石鹸を選んでいただくっていう感じで、はい、洗浄の石鹸から選べるの、そうですそうです、え、これなんかチーズみたいなのもあるんですか？あ、それ石鹸を削らせて、あー、なんかチーズ削りじゃないそうなんです、なんかチーズ食べるのすいません、失礼いたしました。それではですね、まあ、早速なんですけど、まあ、このバイキングとかそういったものも選んでいきたいんですけど、はい、あのどういったコースっていうのがあるのかをちょっとまず最初に教えていただいていいですか？はい、うん、一応お肌の気持ち、うん、それからくびれの気持ち、はい、でお尻の気持ち、気持ち、気持ちシリーズが何個かあって、あとは肩甲骨 の, あのコースになってるんですけど、天使の羽、天使の羽、はいはい、あと眠れる森の美女というコースが、おー、5つのコースですね。あ、そうです。
やーこれ本当にあのエステのバイキングっていうんですか、うん、初めて私見ましたけど、もうエステ自体も初めてなのに、はい、本当に何がバイキングってさっきの本間さんの名言がありましたけど、何がバイキングってこういうことだったんですね、うん、でびっくりしました。本当にこういうエステでバイキングがこんなにできるなんて、どうなるんでしょうねこの後。痛いですね。ちょっと痛いですか？そうですね。痛い。どっちも尻、肩？どっちも？肩は右肩ですかね、肩甲骨が。すごいですね。すごい。エステ初体験だからこんなことやってるんだ。こんな大変なことやってるんだ。エレガントな、もちろんエレガントなんですけど、ここまでエステってすごいんだと。僕はね、タイで、タイ、バンコクとかで。はい、あ、お、開いたかな。はい。じゃあ次の、次の展開。デロレレでしょうね。ジェットシーンが来ました。ちょっと見た感じすごいこう密に詰まったです。うわあ、痛そう。あの木。セイさん痛い？いやこれは痛くないんですよね。真っ赤っかだけどね。凝ってますね。すごいですね。砂糖と水だけなので、まあ、食用じゃないんですけど、はいはい、食べることができるので。本当にあの女子の謎の世界を初めて見ってるんで驚きの連続ですね。水飴みたいな。あ、すごい。あ、そうなんです。あ、すごい。本当だ。これもお砂糖でできたんですか？あ、そうです。砂糖と水だけです。それをどういう風に使っているんですか？これをこうつけて、はい、おお、あれ、あ、剥がしていく感じです。あ、剥がせますね。すごいすごいすごい。人気があるんですよ。やろうやろう。やっぱりいいじゃないですか、京谷さん。どこで勝手に盛り上がってるんですか。やろうやろう。やっていただくと、やっぱり毛がなくなるんで、すごく楽って。へ、はい、インスタ大体もう90何パーセントって感じです。そうなんですか。ほぼです。90何パー。はい。それやっとかないとね。それ永久脱毛？あ、じゃないです。また生えてくるんで、うん、またちょっと繰り返して。あ、その都度なんですね。そうなんですよ。あれですけど、あの男性別に血毛は問題ないんじゃないですか、別に。あってもなくてもってことですか？ね、違うんですか、何か。やっぱりウォシュレットがあるぐらい男性の方人気があるって。あ、はい、あ、ちょっとなんか今パズルがちょっと組み合わさった感じでしたね。もうちょっとでなんか乗ってきますから。ほらほら、けどあ、よかった、俺今日なんかあの人に見せられるパンツとかやる気十分、やる気十分だ。いやいや、それもしもしこれさ、はいはいはい、あのまあたまに人に見せられないパンツ履いてる日もあるじゃない。まあまあそうですね。はい、あとは就活でやる方もいる。就活そこ見せませんよ、だって。男性の就活多いんですよ、すごく。なんかそういうところ終わりの活だ。そうです、終わりの活です。そうなんです。そっちは就活。綺麗な体でいたい。多分そうなんですね。お世話してもらうのに。あ、そうか、そうか。あ、でもね、それは正直わかります。就活ってどっちですか？就職活動。それじゃ何を見せてお前ら就職してるの？まあこう、まあ、せいさんの見ててもらって、はい、さっきね、なんかちょっと拒否られてましたけど、ぜひ。これは無理でしょ、女の人。いや、寝てる女の人を指さすのもあれだけど。いや、こんなとこ言うの。いや、これは無理でしょ、いや、でも、京谷さん、今日は、あの、なんか見せられるパンツで来たんですよね。まあ、いや、パンツ自体は別に人が見ても大丈夫なパンツだけどさ。いや、こう、皆さん、リスナーの皆さんも言ってますよ、ゲーミングチェアのお尻ではちょっと止まるんじゃないかって。何かっていうとね、ここが一番、うんうん、あの、あれですね、じゃなくて、はいはいはい、あの、お尻の割れ目が終わるあたりが、うん、こう、ゲーミングチェアってこういう感じでこう座ってるでしょ。そうここら辺の、うん、ここが一番ポイントかかってるんで、はい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 、あの、ここがデデデデってなることがあって、うんうん、ちょっとこう、なんていうか、かかとの角質化みたいなのが、はい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 、お尻の上の方にできるわけですよ。ほら、本間さん、なんかこんなこと言ってますよ。そんなものを僕はなんで人に見せなきゃいけない。そんなプライベートなものをなんで俺人に見せなきゃいけない。せっかくここまで来たんですよ。ぜひ角質もしっかりと取っていく。確かにこれ痛いのは取れるんですか、これ。痛いのが取れると何が痛いんだ。何が痛いの。お尻のここの部分が、はい、あの、痔じゃないんですよ、うん、あの、あまりにも体重を支えすぎてて、
角質化しちゃうんですよ。結構痩せてる方に本当多いんですよ。あ、ちょっと、あの、こう見えても痩せてるんですけど。いや、もう、ね、あの、ゲーミングチェアでね、もう、ね、あの、寝泊まりとかしてる方なので、ベッドであんまりこう寝てないかななんですよ。ベッド寝るときはなんかホテルとかそういうときだけで。キヨキヨさん、それどうでもいいんで。やるね。キヨキヨさん、ほら。やるよね。やるのこれ、うん、やりましょう、やるの、いや、せいさんもやりましょう、やりますって言ってますよ。知りませんよ、あの、僕はそんな本当にあのお尻ももうだいぶ垂れてます。角質化もしてますし、いや、あのお尻、あの、美中年になるかもしれないよ。はいはい、ぜひぜひぜひ。はい、まあ頑張るぞ。おー、バカ野郎、バカ野郎。喋れ電波少女、なんだこれ。なんだこの番組。いやいや、もうでも、もう木村さんもせっかくここまでもね、あの、もう準備万端なので、なんか乗せられた、こうなんか断りようがないように、なんかこういろんなところに追い込まれた感じがすごいするんですけど。